ロマッチログ。どうも、踊るディスコ室町の伊藤ワルです。こまこまこっちゃんです。あ、なるおかです。よっ、まあ、今日は、ヤフー知恵袋です。室町ベストアンサー3。ヤフー知恵袋の質問に僕らが答えていこうじゃないかという、そういう企画ですね。はい、新着順からいろいろ出てますけど、気になるのがあったら言ってください。あ、変わる曲がどうしても思い出せません。サビの始まりは覚えてませんが、あー、これやこれやな。じゃあこれいきましょうか。分かれば回答していく、はいはいはい、とある曲がどうしても思い出せません、サビの始まりは覚えてませんが、サビの途中からキラ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 だったかもって続く曲です。いや、これあれやろ、これあれやろ、これはあれやろ。ちなみにですね、若い男性のバンドグループ、声的にはサカナクションみたいな感じだった気がしますということです。はい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 、お二人は何か、サカナクション、サカナ、声サカナクションっていうのはちょっとあの分からんけど、サカナクションみたいな声やけど、あれやろ、バンド名は昆虫みたいな感じやろ。昆虫、昆虫、え、違う、え、ちょっと待って、ちょっと待って、僕まだちなみに出てきてないんですよ。あ、そうなん、うん、え、言ってもいいですか。はいはいはい、え、カナブーンじゃないんですかこれ。あ、そっち、そっちっすか。カナブーンのあれじゃないん、ないものねだり、ゆら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 僕の心じゃないん。あー、でもそのサビの始まりじゃない。あ、そうか、サビの途中か。クリープハイプじゃない。クリープハイプのしおりじゃないの。しおりって曲ちょっと今パッと出てこないんですけど、さくらちりさくらちりひらひらまぼしがきらいやあ、そういう曲があるぜ。ちょっと俺やわ、それっぽい絶対そうや、それかもしれん。うまいっすね、マルちゃんさん守備範囲めっちゃ広いっすね。まあ確かに。これですね、これやな。え、これって何の曲やったっけ。これなんか802のさ、なんか、あー、なんかそうかも、テーマ曲や。ちなみにこのしおりという曲がリリースされてるのは2018年ですね。ああ、もうほら、すごい、ドンピシャ、すげえ、人間シャザム、あの分ちゃうわやっぱFM802× ツタヤアクセスキャンペーンソングらしい。あー、アクセスなんや。それで、あ、で、その歌ってるのは結構いろんな人歌ってはるわ。なるほど、なんかそれ聞いたんかもね。それ誰が歌ってるんですか、ちなみに。尾崎世界観、あいみょん、まあ、彼女に歌わせてるわけですね。あと、すみかの片岡健太さん。ああ、はいはい。あと、ユニゾンスクエアガーデンの斎藤浩介さん。すごい。あと、菅氏顔。そこに食い込む菅氏顔、すごいな。じゃあ、聞かれたのではないでしょうか。おお。おお、いいですね。いいです。ちなみに、ちなみにどんどん行く、行きますね。はい、ちなみに、ちなみに私のおすすめの曲は、僕はダルクアンシェル。ダルクアンシェルの綴りむずいからちょっと調べました。でも以前このラルクのあのおすすめした回答ベストアンサーなってますからね。実績ある、実績あるんですよ。ちなみにはベースで一番最初の練習する。ああ、そうかそうかそうか。の、スノードロップです。違う、違う曲ない、ドライブじゃないですね。違う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 。ありがとうございます。じゃあ最後読み上げます。完成しました。クリープハイプのしおりではないでしょうか。桜散る桜散るひらひら舞う文字が綺麗という歌詞が出てくるので、おそらくそうではないかと思います。この曲は FM802× ツタヤアクセスのキャンペーンソングとしていろいろなミュージシャンの方が歌っておられます。なのでサカナクションみたいな恋というのに該当する方が歌われているのを聞かれたのではないでしょうか。ちなみに私のおすすめの曲はラルクアンシエールのスノードロップです。早く投稿しよう、これ一番の意義が大事やから、はい、そうそうそう、そうですね、行きました。ちなみに今グレード4、あと22件答えたら5になるということで、なかなかやらなあかんな。そうなんですよ。いいな、はい、うん、情報量これ少なすぎやろ。アイドルっぽい曲はかん、
切ない感じのメロディーです。ふんふんふふん、あ、え、これ分かった、マジすごい、1ミリも分かんないもん。え、これね、AKB の桜の木になろうよ。マジ？いや、これ当たったら本当にすごいっすよ。ふんふんふふ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 ふ、マジか。それとりあえず回答しとこう。俺たちには分からん領域やから。一回聞く？一回聞こう。AKB の桜の桜の木になろう。桜の花がってこうやつ。ああ、そうそう、桜のしおりな。違うねん、ちゃうねん、ちょっと分からんけど、これしかすごすぎるんやけど、これやったらマジすごすぎるけど、春だから、そうやな、桜の木になろう、ちょうどなんか誰かが聞いたりとかして、多分商店街とかで多分流れてくるありえる。もしかして、もしかして、あ、もしかして AKB48 の桜の木になろうではないでしょうか。ちなみに切ないメロディーといえば、言えば、ラルクアンシエルのラルクアンシエルのキーシーズですよね。分からへんね。ですよね。あ、ですよね。ですよ、ね。違う違う違う。ハテナは。ハテナと丸ですよね。丸。そうそう。はい、じゃあできました、2つ目の回答、もしかして AKB48 の桜の木になろうではないでしょうか。今の季節なので、どっか街やラジオなどで流れてきたのでは。ちなみに切ないメロディーといえば、ラルク・アンシエルのピーシーですよね。やべえ、おわんとく伝説残してるかもしれん。いい、ちゃんと感謝されてますから。あ、あ、来てんじゃん、来てんじゃん、来てんじゃん、通知来てますね、さっきの回答。おお、早速返信来てます。お、お、ちょっと来た来た来た、お、お、じゃあ下に、はい、スクロールします。違いました。違いました。マジかよ。キラキラって独立して歌うようなサビのテンポが違いました。かなりメジャーな曲だと思う。クリープハイプは聴いたんやけど、スノードロップは聴いてないんや。スノードロップ聴けよ。はいはい、はい、じゃあ遅くまでありがとうございました。今日もありがとうございました。やりましたけども、次回はそのこの続き実現すれば嬉しいです。ちょっとね、やりすぎて疲れてるけど。疲れた疲れた、お前疲れた。まあ明日からまた皆さん頑張りましょう。はい、今日は室町ログこれで終わります。さよなら。